バンバン研究所。こんにちは、えっちゃんです。りっちゃんです。すごい結構昔に結構すごい結構昔に、ね、すごい結構昔に、よっちと一緒にね、うん、巨大スライムドーナツってやつ、わかるわかる、中からドローって出るやつ。そうそうそう、うん、あれめっちゃ可愛かったじゃん、うん、可愛かったんだけど、あれスライムなんだよ。そうだね、食べれないんだよ、ということで、どうせなら巨大ドーナツかっこ食べれるを作ってみたいと思います。イエーイ。それでは早速材料はこちら。ホットケーキミックス、牛乳、卵、ココアパウダー、巨大ドーナツ型、練乳、粉砂糖、着色料、トッピングするもの、以上です。はい、それではまずメインとなるドーナツの生地をホットケーキミックスで作っていきたいと思います。ちょっとね、どんぐらいの量入るかわかんないから、とりあえずね、これ3袋分作っています。結構多めだね。そうだね、結構あるね。入るかな、ドーナツの型に。2個分ぐらいありそうだね。確かにね。牛乳がそれが300です。450かな。450、卵が3つ。 OK。 はい、これ本当にね、ホットケーキミックスに書いてある分量のまんま作ってます。はーい、美味しそう。いい匂い。で、今回はココアパウダーを入れるんだっけ。そうちょっと白だとこのままの色だと寂しいかなって思うので、ココアパウダーを入れて茶色くしてみたいと思います。はーい、結構茶色くない。まあ、いっか、まあ、いっか。え破損した。オッケー、はい。で、これで生地は完成したので、型に流し込んでいきましょう。はい、こんな感じで型に流し込むことができたので、これをオーブンで30分ぐらいかな、ちゃんと中に火が通るまで焼きたいと思います。はい、はい、こんな感じで焼き上がりました。超ドーナツじゃん。ねえ、ドーナツ。ちょっと今ね、このままだとね、あ、そう、膨らんでね、うん、ちょっと分厚くなりすぎちゃうので、はい、ちょっとここを整えたり、 あと練乳をね、入れていくので、うん、その溝をちょっと掘っていきたいと思います。はい、よし、いいやん。だいぶいいじゃん。はい、じゃあこんな感じでね、溝をここに作ったので、ここに練乳をドバドバ入れていきましょう。すごい、いいの、こんなにおデブになっちゃって。で、切ったらこれがドバーって、そうはっ、ででーん。え、めっちゃいいじゃん、すでに。よし、そしたら最後にアイシングでコーティングするので、ここにコーティングするようなアイシングを作っていきましょう。はい、オッケー。はい、こちら粉砂糖に、まあ、水を加えていきます。はい、ちょっとずつね、まあ、ちょっと様子を見ながらだね。あ、ピンクね、いい感じにしたいよね。この間のそのスライムの時もピンクでした。うんうん、完成完成。うお、めっちゃいい感じ、いい感じ。よし、じゃあもうちょっと練乳がね、できっちゃうない前にかけましょう。いい感じにね、ここ大丈夫、ここ大丈夫。なんだ、めっちゃいい感じじゃん。てか、いいね、チョコにイチゴっていいね。はい、そしたら最後にね、さらに可愛くするためにこういう、あの、なんていうの、シュガースプレーっていうの、うん、わかんないけど、なんかデコレーションするようなもので、ちょっと可愛くしていきたいと思います。すごーい、すっげー、はい、かわいい。これで巨大ドーナツの完成でーす。じゃあ早速切っていきたいと思います。いいよ、なんかステーキ食べるみたいな。上のアイシングがね、本当のね、あのドーナツの砂糖がきみたいな。本当に？うわー、ちょっとこっち穴からね、一応ね、溢れ出ちゃってるわ。ちょっと溢れ出ちゃってるね。じゃあ早速食べましょうか。いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。あの、いい感じになったね。うまっ。練乳とアイシングが素晴らしい。誕生日ケーキとかですね、うん、これいいね、うん、はい、ということでね、巨大ドーナツ作ってみたんですけど、めっちゃ簡単にできて、しかも見た目もめちゃくちゃ可愛いので、うん、皆さんもぜひぜひ作ってみてください。ということで、こちらの動画が美味しそうだった、面白かったと思ったら高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。チャンネル登録はこちらから。